すると体がまん丸になって棘が立つんですよ。皆さんハリセンボンが膨らんだところって見たことありますか？あまりね、写真とかで見たことないです。実はですね、ハリセンボンの仲間たち、びっくりすると体のある部分に水をたくさん吸い込んで体がまん丸になるんですけれども、一体どこに水をためていると思いますか？どこでしょう？じゃあ1番、肺、肺にいっぱい水をためる。2番、胃袋にいっぱい水をためる。どちらか手をちょっと上げていただきましょうかね。1番、肺にいっぱい水を吸い込むだと思う方。ありがとうございます。2番、胃袋にいっぱい入れるだと思う方。意見分かれておりますが、正解は2番、胃袋でした。まあ、そもそもですね、魚ですので肺がないんですね。エラで呼吸をしていますので、びっくりした時には水をいっぱい飲む。